タルミヒロシキは、日本の政治学者、元放送作家、北海学園大学名誉教授、福岡県出身、1977年就有館高等学校、卒業、同年立教大学経済学部入学、放送作家を経て、1991年ニューヨーク、大学公共経営大学院修士課程修了。その後、立教大学大学院法学、 研究科政治学専攻博士後期課程を経て、1999年4月より、札幌の北海学園大学に勤務。同大学法学部の講師、助教授を経て2005年4月に教授。2011年4月より2014年3月まで、同大学法学部学部長を務めた。2016年4月より2018年3月まで、同大学開発研究所長を務めた。 2017年4月より2020年3月まで、同大学法学部学部長を再び務めた。2021年4月より、北海学園大学名誉教授。2003年から2004年、ユニバーシティ・オブ・レスブリッジ、客員教授。2009年から2010年でミニコン、カレッジ客員教授。他に、北海道大学公共政策大学院、札幌大谷大学。 北海道武蔵女子短大、千葉大学大学院の非常勤講師を長く務めた。専門は、政治学、行政学、公共政策学と非営利組織論。日本 NPO 学園会長。安田正彫刻美術館アルテピアッツァビバイリジ。立教大学在学中から、東京の NHK や民放各局で放送作家として、テレビ台本を書く。 番組のジャンルはドラマ、クイズ、音楽、報道、情報と多分野に及んだ。ありがとうございます。